キックボクシングノックアウト。ノックアウトナビゲーターの川島恵里沙です。今回は11月28日に行われたノックアウト2021ボリューム6後楽園ホール大会の試合ダイジェストと舞台裏映像第1弾をお届けします。初公開映像が盛りだくさん。試合終了直後の選手たちの表情にもご注目ください。第1試合には48歳の超ベテラン小磯哲史選手が登場。今回がノックアウト初参戦、年齢は全く気にしていないと語っています。20代の練習で一緒の練習やって一番メニューこなしてるんで、全然そういうのはないですね。若い時よりサボったばっかりですね。昔よりやってますね。ノックアウトは初参戦ですね。なんか本当すごい新鮮な気持ちなんで、それこそデビュー戦って感じなんですよ。自然と、なんていうんだろうな、嬉しいなスタイルになっちゃうんで、それを見てもらって名前をこうインプットして帰ってもらえればっていうか、そうします。忘れられないような試合にしたいと思ってるんで、よろしくお願いします。対戦相手は24歳の庄司慶馬選手。こちらもノックアウト初参戦、年齢は小磯選手の半分ですが、ベテラン狩りでインパクトを残したいところです。ベテランとは思うんで、気を引き締めてやってきたんで、こっちはそんなベテラン相手する感じだから別にプレッシャーもないんで、もうご祝いただこうかなと思ってます。ちょっとチャイスを見せる試合で、はい、チャイスを見てください。はい、年齢差24歳の対戦は第1ラウンドから好勝負に。3分3ラウンド延長1ラウンド。まず先に攻めたのは小磯選手。遠い距離から飛び込んでパンチを放ちます。デビューしてたんですけども、はい、大学卒業式入ったらしいですね。はい、まあ、で、すると第1ラウンド残り1分、今試合でもそれはちょっと感じない。小磯選手が庄司選手からダウンを奪います。第2ラウンドも積極的にパンチを出していく小磯選手。小磯の最後のフック、おー、いいですね。ボディです。小磯のボディブロー。さらにベテランならではの動きで会場を沸かせます。どうですか。おお、すげえ。すごい、まあ、ダッキングというかしゃがみました。しゃがみましたね。はい、第3ラウンド、後のない庄司選手が反撃に出ますが、小磯選手もなんとか耐え抜きます。危ない、おっと、下抜きたくないです。はいはい、首相撲の時にお腹を、はい、下げちゃってるんで。そうですね。結局第1ラウンドにダウンを奪った小磯選手が逃げ切り、判定で勝利しました。判定で下しました。見せ場を作れずに敗れた庄司選手。まあ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 行かねえと、え、それ取り返せないんだから、分かっても行かないとダメだよ。え、お前なんであれ、もう全然聞いてないのに。バミナーやないの。いや、バランス崩したらマジ最悪だな。なるほど。本当にすみません、初参戦で不甲斐ない試合して、ちょっといろいろ考えました。やりました。一方、48歳とは思えないファイトで勝利した小磯選手。絶対倒すって言って今回したかな。でも、ダメだ。結果ですよ。そう。いや、こいつのいいところがね。いや、まあ、勝って一応嬉しいですけど、半分以上悔しい気持ち、倒せなくて。今日は絶対倒すってつもりで、で一番アグレッシブに会場を盛り上げてたので、
なかなかできなくて、それで本当悔しい気持ちの方が大きいですね、はい、やっぱりもう1回で立てなくなるぐらいのものを当てたかったんで、それが今回できなかったっていうのは本当まだまだ、うん、実力不足なんで、まあ、これから50歳になるに向けてそこを改善して50になる頃には1年で全員倒せるように仕上げたいですね。な本当そういうことは50になる番組一発で全員倒せるように仕上げるんで使ってください、お願いします。第3試合には28歳のファン・リュウソン選手が登場。今年2月ノックアウトレッドライト級王者重森陽太選手に延長にもつれ込む激闘の末敗れており、再戦にたどり着くためにも絶対に負けられない試合です。まあ、そこにたどり着くために、まあ、その挑戦権を2人で争うって感じだと思うんですけど、まあ、今は本当試合前っていうのもあって古村選手のことしか考えてないっすね。もうそれは後に勝ったらついてくるんで、レッドルールなんでレッドルールも面白いぞっていうところをちょっと見せていこうかなと思います。対戦相手は22歳の古村恭平選手。古村選手も以前からベルトへの思いを語っており、インパクトのある勝ち方でベルト挑戦への道を開きたいところです。なんせ相手がファン選手めちゃくちゃいい男なんで、正直やりたくはない、やりたくはない気持ちはありますが、まあちょっとここでやらないと上に行けないんで、しっかり、まあ、ここは先輩を倒させていただこうかなと。重森選手とファン選手はまあ延長戦で重森選手が勝ったじゃないですか。なんで今回 KO とか本当に何もさせない判定勝ちとかで勝てば、このままなんていうんですかね、次にタイトルマッチ組んでもらっても全然いいんじゃないかなと思ってるんで、それをちょっと目指します。第1ラウンド、ファン選手がストレートを入れれば古村選手のボディで反撃、お互い積極的に攻め合います。第2ラウンドに入ると古村選手のパンチが次第にファン選手を捉えるように。右を出しました。ああいうのいいですね。はい、激しい展開、今度は左のフック、うまく来て前蹴り。第3ラウンド、今度はファン選手がローキックで反撃。はい、危ない、今危ないな。すると、おお、左カウンター強烈、はい、古村選手がファン選手からダウンを奪いました。見事なタイミングで左のカウンター。さらに攻める古村選手。古村選手を行きます。古村がどんどん行く、ますね、どんどん行く、肘を出している、はい、守りに入るというか、はい、あーと、足に来ている、ファンが、ファンが足に来ている。ファン・リュウソン29対28、青古村、結局古村選手が3対0の判定勝ちを収めました。ファン・リュウソンを下しました。敗れたファン選手は、ポイントを取らなきゃと思って焦ってパンチ出しました。いつもだったらあそこでジャブローで、ジャブローで入れられて知って、ああもう終わったな。全然ダメです、ちょっと考えます。一方、勝利した古村選手は、ありがとうございました。イケメン対決勝ったということでいいですかね。ファン選手ありがとうございました。ということで再戦はなしでという方向でお願いします。今の状態じゃ多分あれは重森選手に当たらないかもしれないんで、もっと練習して、そうですね、重森選手も倒せるようにしたいですね。そしてまあ重森選手ももちろん見てますよね。再戦はなしでお願いします。あ、僕が負けた時だけありでお願いします。メインイベントはノックアウトレッドスーパーバンタム級タイトルマッチ。26歳の王者小笠原栄作選手が初防衛戦に挑みます。小笠原選手は大会場でのビッグマッチと
海外でのノックアウト開催をアピールしており、その実現のためにも負けられません。やっぱノックアウトのベルト取れたってことも大きかったし、まあ、だからちょっと今までのベルトとノックアウトのベルト違うんで、まあ、そのベルトをさらに今回初めて防衛する、今まで経験ないことするっていう意味では本当にちょっと今日は特別な日になるかなと思います。今日、見に来てくれるお客さんにも、まあ、ネット配信見てくれるお客さんにも、みんながこう海外でノックアウトできるんじゃないかなという期待を持たせられるような、まあ、試合で、2021年の最後締めくくりたいと思います。対戦相手は24歳の一世センチャイジム選手。小笠原選手とは1年前に対戦し、その時は1ラウンドで KO 負け。1年かけてたどり着いたこの試合で、なんとか借りを返したいところです。この日のために、その全てをかけてやってきたんで、今回はもうフルの僕が出せると思います。相手格上なの分かってるんですけど、もうその周りの目を反して、今日はノックアウトファイナル、大番狂わせで締めたいと思います。第1ラウンド、まずは小笠原選手が持ち前のスピードを生かした攻撃を仕掛けていきます。伊勢選手はちょっとこう急いでしまったというか、小笠選手いいですね、はい、これ伊勢選手効いてきちゃいますよ。そうですね、5ラウンドだな、これ効いちゃうな、はいはい、にだいたい相手は右だと思うんですよ、はいはい、右構えのオーソドックス、はいはい、第2ラウンドでは伊勢選手も攻め返しますが、小笠原選手も反撃しペースを奪います。おっと、いや、いつもね、ここ雑になるのよくないですよ。はい、小笠原が徐々にペースを掴んでいるのか。すると第3ラウンド、あー、ロー効いてますね。あー、効いたタイミングのいいワンツー。小笠原選手が一斉選手からダウンを奪いました。第4ラウンド、後のない一斉選手は力を振り絞って反撃に出ます。あー、お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 ー、出る、おー、はい、当たってますね、一斉が出る、おお、肘いった、肘いった、残りは30秒を切りました。また肘を出した一斉、おお、左の肘、しかし小笠原選手は距離を取りながらフットワークでかわし、強烈な攻撃はもらいません。結局小笠原選手が3対0の判定勝ち、タイトル防衛に成功しました。ノックアウトレッドスーパーバンタム級のベルトを防衛しました。勝った小笠原選手には創生の大河賞として賞金20万円が贈られました。相手の一斉選手、1年かけて僕に挑戦してくれて、本当に思ったよりも強くなっていて、手こずってしました。一斉選手、またやりましょう。ぜひ世界でこのノックアウトを、開催したいと本気で思ってます。会場に来てくれてる皆さんの力が必要です。これからも僕たちノックアウトの選手を応援してくれたらと思います。今日は本当にありがとうございました。1年越しのリベンジが叶わなかった一斉選手、悔しいな。あそこだけ、あそこだけ、あのダムだけ、ワンポイントだけやられた。いやー、やっぱ壁は高かったなと思って、ちょっとまたすぐになんかえいちゃんえいちゃんも言えないので、ちょっと今後はそうですね、まあ、ちょっと考え直します。いや、それはまだすぐには言えないんで、ちょっと考えてから。ありがとうございます。一方、初防衛に成功した小笠原選手、あれはもう3匹目だから、あれだよ、メインだよね。どうでした？どうぞ、しっかり強いです。今日はメインの仕事できなかったっす。でもまあ本当にノックアウトは世界の舞台に通用するところまでマジで持っていきたいと思ってるんで、ちょっとまだまだ自分成長して面白い試合できるようになるんで、これからのノックアウトにも期待してください。よろしくお願いします。初防衛は初防衛、そうですね、本当にこのベルトにはちょっと特別な思いあるんで、
ちょっと守っていきたいし、このベルトが本当にみんなが欲しいなと思って、価値があるところまでもっともっと上手に持っていこうと思ってるんで、それを見届けてもらえたらなと思います。まあ来年はとにかくビッグイベント、ビッグマッチ開催してくれって言ってるんで、そこで爆発させる試合を見せます。そこに期待してもらえたらなと思います。来年の主な日程です。来年もぜひ激闘をご期待ください。毎週最新情報をお届けするノックアウトチャンネル、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。